スリルの少年です。ヒレオーです。よしよし、何言ってても全然寝るんだよ。だからもうリアル、もしもし、そう、もしもし、そう、もしもし、どうしたんですか、撮影ですか、撮影ですか、撮影ですか。そんなに発射実況させたいんですか。発射実況って最後に質問なんですけど、好きな女性のタイプ、これ聞くのもね、まあ、あ、あんた知らない。バカ野郎、次かけてきたいと思います。この後女性にかけるでしょ。女性かけるのか、女性かけるんだよね。ちょっと、あ、ちょっと紳士的に振る舞います。この方にします。そうだね、ちょっとこの方は待ってないので、とりあえず、とりあえず俺の声出ちゃった多分。うん。撮影、やっぱ撮影してんじゃんってなっちゃうから。ってなっちゃうから。じゃあ、電話かけてきます。出ませんね。この電話一本でどう感じるかですよね。そうだね。折り返し来るか、ここにかけてみます。いや、俺はそこはと思ってます。早番ですよね。どうでしょう。もしもし、あ、もしもし、はい、何でしょう。あ、今暇してる。あ、別に、どうしたの。いや、なんかちょっと改まってさ、何、あくびしないで。眠いんだよ、こっちから。なんだよ、ちょっと改まってね。何、ずっと言いたかったことがあって。何ですか。あなたのことが好きかもしれない。ねえ、それ分かった、あ、分かって、動画でしょ絶対。いや、動画とかじゃない、好き、すんごい好き。いや、絶対嘘だ。もう本当に好きなんです。絶対あれでしょ、スリルの動画でしょ。動画だって。いや、好きなんです。お付き合いを、嘘だ、お付き合いをしてください。ちょっと待った。僕と、お付き合いをしてください。嘘だ、確かに嘘だよ。ごめんだな、おたかつにしか興味ねえんだ、今は。何、何、何。はい。動画でしょ、絶対ね。俺だけじゃないの。俺だけじゃないの。なになになに、俺だけ見てくれるんじゃないの。ねえ、お前絶対そんなキモいこと言わないでしょ。俺だけ見てくれるんじゃなかったの。なになに、何のセリフですか。もうやだ、僕一人がいい。なに、意味わかんない。僕一人がいいよ。ね、絶対誰か隣にいるぜ。隣の人気になるの、僕じゃないの。僕のことだけ見て。あの、私がさ、どう考えてもオタクすごいオタクなの分かってるよね、君もね。ものすごいオタクなの分かってるよね。否定できない。面白い、ね、否定することができない、ね。あ、すいません、実は、はい、あの、ヒデボもちょっと、助手席に、はい、愛の告白は伝わりましたか。ヒロ君だ。今回は違うんだよね。なになになに、誰、今回はあれです。あ、わかった。ヒデボーさんだ。違う？そうだよ。だよ、ですよね。はい、そうです。はい、ね、そんなわけで。ですよね。企画でした。ですよね。君の性格を考えてごらん。考えてごらん。君の性格上、絶対そんなことはないと思ったよね。Let's think. Let's think. Let's think. 推しとかを。推しとかすごいのも知ってるでしょ。推しとかを。否定することは自分からは絶対ないから、うん、でしょうね。そう、苦しかった、言うのが。僕のことだけ見て、ちょっと演じて思った。僕はこいつキモいと思った。ちょっとごめん、キモいと思った。キモいよね、普通にキモいよね、うん、あの、普段の君から考えたら相当キモいなと思った。キモいよね。いや、もう、いや、申し訳ございませんでした。こういうことできるのはあなたしかいなくて。あれだよね、休憩の時に会った時になんか、はい、言ってきたじゃない。あ、そんな話してたんすか。今日何番つって、うん、あっちが早番って言ったから、はいはいはい、よしって言ったんですよ、うん、よしって言ったの。よしよし、これかけられるじゃん。よっしゃはもう撮影しますの、何がよっしゃなのかわからないよ、ね、合図じゃないの。ドッキリちゃうやん。とりあえず、あなたには
突然の告白に OK してもらえるかっていうのをやってました。はい、で、まあ、振られたら急なメンヘラ、うん、度が過ぎてるほどのメンヘラをやってみました。え、もし OK だったら何だったの？ OK だったら普通に付き、普通に付き合っちゃうんじゃないの？合意だもんね。絶対嫌だ。振られましたっていうことで。振られましたっていうことで。なので、電話を切りたいんですけど、最後に好きな男のタイプってあります。僕を振っといて出る言葉が楽しみですね。え、もちろん、推しだよね。推しがタイプよね。もちろん、どう考えても。それな。それが一番ですよ。それな。推しも、もちろん私の推し様が一番タイプです。それにはかなねえよ。かなわけない。当たり前です。あとはあれだよね、スクナみたいな声の人が一番タイプだよね。嫁さん本当にありがとうございました。急な電話で本当に申し訳ない。そうだね、うん、11時過ぎちゃってるね。11ありがとうね。ありがとうございます。明日も早番だからもう寝るよ。おやすみなさい。すいませんでした。すいません。ご協力ありがとうございました。じゃあね。じゃあね。いいんじゃないですか。おお今あの一番最初の人から連絡来て、絞、うん、れたばっかりすいません。まあね、うん、現場のこちらからしたら相当面白かったけど。面白かった。うん、男だからね。そうだね。まあ身内っちゃ身内だけどね。意外と楽しくないですか。楽しいね。楽しい、うん、あこういうのしかかける機会ないから。ほんとほんと、やっぱり予想通りですよ。いやピッカかけてきたいと思います。まあ本当に俺はちょっと、きついやつですね。これ、少年嫌われちゃってるせつ。きついやつ。あ、あ、オッケーオッケーオッケー。そういうことね。了解です。大丈夫ですよ。お待ちしています。ということで、折り返し電話がかかってくるということで、うん、ちょっと休憩にしましょうか。そうだね。ちょっと休憩しましょう。